こんにちは、波の平でございます。今回は大阪泉州をちょっとだけ離れまして柏原市にあります鶏そば麺匠天波さんに寄せていただいております。濃厚鶏スープが自慢のこちらのお店、もう私何度か寄せていただいてまして、その美味しさは実感済みでございます。店内こんな感じで、カウンターだけの小さいお店、そしてお店の壁にはこんな感じで高校野球の甲子園出場のお祝いのタオルがね、所狭しと貼られていて、ちょっとインパクトあってびっくりしました。今こんなタオル作るんですよね。そしてメニューなんですけども、ラーメン、もう醤油ね、塩、味噌も定番のものは全て揃っております。そしてつけ麺、油そばなんていうのもいただけます。そんなメニューの中から今回はこちらのお店を代表する濃厚ブラックというラーメンをまずはいただきたいと思います。満腹波の平の動画、ありがとうございます。いただきます。うまっ。チャーシュー、食感がめっちゃいい。肉やな、肉食ってるって感じする。マイク大きい声でうまいと言ったらおかしいやろ。周りから嫌がられるやん。まあ、チャーシューもめっちゃうまい。改めてやけど、メンマもむっつり歯応えしてる。すいません、めっちゃうまいね、スープ。ちょっとなんかとろみがあって、さすが濃厚ブラック、ガツンときます。ありがとうございます。こちらの代表ラーメン濃厚ブラック、美味しくいただきました。そして2杯目、当たり前のように2杯目って言ってますけどね、鶏白湯つけ麺のノーマル、それをチャーシュー増しでいただきたいなと思うんですけども、 200g、300g、400g と同料金でいただけて、そっから 100g 増すごとにプラス100円でいただけます。なんと 1.2 キロを完食された方がいらっしゃるということで、さあどんなつけ麺なんでしょうか。
カシューマシは正解、うん、つけ麺まで美味しくいただいたんですけども、この残ったつけ汁でもう一品美味しいものをいただきたいと思います。満腹波の平の動画、はい、うまそうやな、ね、いやーチーズすげー、最後にすごいご飯物が出てきたでしょう。そう、リゾットなんですよね。残ったスープ、そして漬け汁でいただくことができるということで、ラーメンでもつけ麺でも楽しむことができます。濃厚なスープ、そしてチーズの焼けた香り、こう絡めて食べるとね、すごく美味しいんですけど、最後の方におこげが混じって、この風味がまたたまらんぐらいうまかった。技ありの一品です。本当に美味しかった。めっちゃ美味しかったです。ごちそうでした。ということで、気になる本日のお会計はこちら。お支払いは現金決済、 QR コード決済が可能です。詳しくは店頭でお確かめください。満腹なみのひらの動画では、大阪泉州を中心に美味しいお店をいろいろジャンルに関係なく紹介しております。皆さんからの高評価、そしてコメント、チャンネル登録お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。